ベマイです。この間ね、ブラックフライデーセールの時にちらっと見せた、ものが届いたんで、それをちょっと今日はね紹介しようと思ってるんですけど、はい、これです。白金カイロってやつですね。で、なんか北海道みたいなやつらしいんですけど、使い捨てでもなく、電気でもなく、なんかオイルを入れて火をつけて、このもの自体がね発熱するというか、そういうシステムになっている、すごいエコな回路となっています。これがね何気にすごい気になってて、届くのねすごい楽しみにしてたんですけど、これ知ってる方いますか？私は知らなかったので、久米さんも今隣にいるんですけど、久米さんも知らないということで、アウトドア雑誌とか見た時にねちらっと見たことあるんですけど、自分たちは知らなかったっていう品物になっております。最近ね沖縄はかなり寒くなっているので、今日もね平均的に16度ぐらいで、最高気温18度の最低気温が14度っていう、本土のね方に比べたら、暖かい気候になっているかもしれませんが、沖縄の人にとってはかなり寒い気温となっていて、末端が冷えるということで、ちょうどねこれをちょっと開封して使うべき温度になってきております。ということで開封して、使用してみましょう。このね表のプリントがねすごいレトロでいい感じですね。1923年から、あるということでね、めちゃめちゃ老舗。はい、まずこれがねオイル差しになってますね。はい、これがオイル差し一つと、はい、これがね本体になっております。ここにピーコックって書かれていて、クジャクのね模様も書かれていますね。書かれているというか、なんか切り込みされている感じになってます。開けてみると、はい、ここにねほぐちがあるんですよ。でさらにねここのほぐちもこうやって取れるんですけど、はい、ここからねオイルが入っていって、中にね麺みたいなのが入ってるんですけど、ここでオイルを吸う形になっています。はい、これ自体がねタンクということですね。でこのほぐちなんですけど、プラチナ触媒というものがね入っていって、直接触らないでくださいって書かれてるんですけど、ここに火をつけて温めることによって化学反応を起こして全体がね発熱するというシステムになっております。はい、これ面白いですよね。で他にはね、はい、これがねケースになりますね。これに温まったこの白金カイロを中に入れて使うということになっているそうです。これだけでね掴むと結構持ってると熱ってなるぐらいになるらしいので、ちょうどねこのケースに入れていいぐらいだそうです。ちょっとねなんかフリースみたいな素材でね柔らかくて、かなりね肌触りいい感じになっています。で、はい、これがね説明書になっていますね。早速ねオイルを入れたいんですけど、これに使うオイルはね別売りなので、買ったんですけど、これがね白金カイロ指定と書かれている、NT ベンジンっていうオイルになります。はい、ベンジンオイルっていう名前のねオイルを入れるんですけど、白金カイロブランドでも出されてるんですけど、これはその白金カイロブランドではなくて NT ベンジンというオイルになります。こっちの方がね少し安価なんですよね。内容自体は、そんなに変わらないんじゃないかなということで、こっちをね買ってみました。ちょっとオイル入れてみたいんですけど、これちょっと開けて、このほぐちをね一旦取り外して、でこのねオイルを刺すやつなんですけど、ここのねちょっとシステムが面白くて、このままだとオイルを注いでも下に落ちない仕組みになってるんですよ。でこれを横にひねるとオイルがねダーッと下に流れてくるシステムになってます。で、ここにあるねちょっとね薄く線があるんですけど、2本ね線があって、この上の線を入れると、1カップっていう計算になってて、真ん中だと半カップ、1カップを2杯入れると24時間あったかい状態が続くということ で、で1杯にすると12時間、なので、単純計算で多分半カップにすると6時間だと思います。こういう感じでね必要に応じてオイルの量を変えるという感じですね。これをここのタンクのね入り口にこうやって刺せるようになっています。オイルの量をね分かっておきたいので、最初はこうひねらずにまっすぐにした状態でオイルを上から注いでいきます。オイル差し込んでいきたいと思います。どうしようかな、6時間、大体の目安で6時間の量をちょっと入れてみたいと思います。でこれを横にひねると、はい、そうするとね見る見るうちに中に
入ってきましたね。でそしたら、空っぽになったところでこれを取ると。で取ったらね、なんかちょっと余分に入りすぎてて、こう横にした時に漏れるといけないので、まあ、それのチェックをね、使用する前にしないといけないんですけど、まあ、今ね半カップなんで、まあ、溢れ出ることはないと思うんですけど、一度こうやってね逆さにしてちょっとこう指で押す感じで、はい、で出なかったら OK っていうことになっています。はい、でこのまま閉じます。はい、そしたら、かぶせた後ライターか、まあ、マッチとかで、ここをね3から5秒ぐらい温めるそうです。2、3、4、5。はい、温めました。これ火とかつかないですよ。これで本当暖かくなるのかなっていうちょっと感じですね。でなんかこれ逆さにしてね、つけるのは良くないらしいですね。すすがね上に行っちゃうので、逆さにするとここがちょっとダメージが早くなるということで、あ、暖かくなってきたかもしれない。なんか中がこの辺がね暖かくなってきました。まあ、そしたらねとりあえず蓋を閉めて、はい、でもうこれで完了なんですよ。あとはこの袋に入れてね終了ということなんですけど、とりあえずちょっともうちょっとねあったかくなるのを待ってみたいと思います。今5分ぐらいね経ったんですけど、ここは上の方はね触ってるとちょっと熱っていう感じにはなってますね。ということで今30分以上はね経ったと思うんですけど、かなりあったかくなっています。今ケースね取り外して触るとかなり熱いですね。はい、持ってはられない感じになってます。でもケースに入れるとね、まあ程よいほんわり温かい感じで、ポケットなんかにね入れてるといいかなと。私は足首がちょっと冷えたりするので、ズボンとこの靴下の間ですね、今そこにねレッグウォーマーちょっと履いて編集とかしたりしてるんですけど、そこのレッグウォーマーの中にちょっと忍ばせていました。まあ、今回半カップなので、まあ、6時間ということで、これでね温かいのはかなりエコーですよね。ということで、まあ、今回初めてちょっと買ってみた北海道というか、まあ、白金回路というものなんですけど、今年の冬はね大活躍しそうです。今日は、まあ、日常の生活をちょっとね快適にするアイテムを紹介してみました。この商品ね知らない方もしくは気になった方はね、ぜひぜひ概要欄の方にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。